お母さんの部屋、きっとないんで掃除しときましたよ。口元に手を当てて、ニヤニヤしながら、私の部屋から出てきたのは、息子の嫁である静香さんだ。え？ああ、ありがとう。つい先日に部屋の掃除をしたばかりなのだが、もしかしたら自分ではわからないが、他人から見たら汚かったのかもしれない。一瞬考えて、私はとりあえずお礼だけ言うことにした。嫁である静香さんは家のことを全くしない。口を開けば嫌味ばかりで、自分の思い通りにならないと癇癪を起こす始末だ。そんな静香さんが人の部屋を掃除だなんて、怪しい以外の何者でもなかった。何を企んでいるのか知らないけれど、そうはいかないわ。大音量でテレビを見ている静香さんには聞こえないように、小さくぼそりとつぶやくと、私は家事を再開した。今までされてきた仕打ちの数々は、決して少ないものではなく、私は腹に据えかねていた。これまでも何度かたしなめてきたけれど、これ以上調子に乗るというのなら、それ相応の覚悟をしてもらいましょう。私の名前は、ともよ。もう73歳だ。夫のまさしとはお見合いで、その当時はお互いもじもじして、会話すらまともにできなかったが、今では夕食後にお茶を飲みながら談笑するのが日課になっている。無事結婚して少し経った頃、息子を妊娠した。夫はとても喜んでくれて、身の回りのことや家事などを不慣れながらもあれこれと手伝ってくれた。やがて息子が就職して家を出ていくと、賑やかだったこの家は、急に静かになってしまい、私たち夫婦は少し寂しさを感じていた。そこへ息子が当時結婚を前提としてお付き合いしていた静香さんを連れてきたのだ。夫と私は静香さんを一目見たとき、とても美人でしっかりしていると思っていた。長い黒髪をしっかりと結い上げて、背筋を正して正座している静香さんはとても眩しく見えた。緊張して何を言っているのかわからない息子のことなど放っておいて、私たち夫婦は静香さんとたくさん話をしたのだ。とても賑やかで楽しいです。と笑ってくれた静香さんを気に入って、結婚を快諾した私たちは、息子の尻を叩いてすぐに式を挙げさせた。それからまた新婚旅行や新居への転居など騒がしい日々が続いたが、それもまた夫婦で楽しんでいた。孫の顔は見たかったが、息子夫婦は子供を授かることはしないと決めていたようで、その話を聞かされた私たちは少し残念だったが、しっかりと納得した。これからまた穏やかな日々が続いていくのだと思っていたが、私たちの予想は外れた。息子夫婦は何かに理由をつけてしょっちゅう帰省してくるのだ。夏の真っただ中にクーラーが壊れたと言って夫婦で帰省し、修理業者が来る間の一週間をうちで過ごしたり、真冬のある日に電気代の支払いができていなくて凍えそうだと言って、支払いや電気会社への連絡から復旧までの間の避難場所として居座ったりするのはよくあることだった。最初のうちはかわいそうだと思って受け入れていたが、修理業者へ連絡するのも電気代の支払いや会社への連絡もすべて私たちに任せて、だらだらと過ごしている息子夫婦を見ていると、だんだんと嫌気がさしてきてしまった。
そんな息子夫婦の様子はもちろん、夫も目の当たりにしていて、あんなに歓迎していた夫も、今では息子夫婦を見ると眉間にシワが寄って無口になるほどだった。息子といえば私たちの様子は全く見えていないようで、子供の頃のようにやりたい放題だ。そんな息子夫婦がこの度帰省してくることになった。先日息子から突然連絡があり、あ、母ちゃん、来週さ、俺たちそっち帰るからよろしく、と言ったきり連絡もよこさず、いつ来るのか何時に来るのかわからないままの数日間を過ごすことになった。そしてこれまた突然、今度は静香さんから、もうすぐ着くんでよろしくお願いしますと連絡があり、私は慌てて準備をする羽目になってしまった。お前は寝床や着替えの用意をしてやってくれ。俺は足りない食材を買ってくる。準備してくるから買うもののメモを書いておいてもらえると助かるよ、と言って夫は着替えに行った。私はお礼を言うと急いで今晩の夕食の食材を書いてリビングのテーブルの上に置き、来客用の布団を干し始めた。干し終わってリビングに戻ってくると夫がメモを眺めていた。これで全部か。途中で思い出したらその都度連絡をくれたら買って帰るよ。そう言ってニコリと笑いながら出ていく夫に、私も思わず口角が上がる。さてと気を取り直しながら着替えを取り出そうとしていると、お母さんいないんですか？と玄関から大きな声が飛んできた。チャイムも鳴らさずに玄関先で私を呼ぶ静香さんの大声に、私は慌てて玄関を開けた。もう来るの分かってんだから開けといてくださいよ、と文句を言いながら我が物顔で入ってくる静香さんに、思わずため息が出てしまった。それを聞いた彼女は瞬時に眉間にシワを寄せて文句を返す。何ですか？せっかく顔を見せに来たのに失礼だと思いません？その言葉そっくりそのままお返ししますと言いたくなるのをこらえて、私は静香さんを招き入れた。大輝は一緒じゃないの？いつもなら一緒に騒がしくしている息子の姿が見当たらないことに気づいた私は、早速リビングのソファーでくつろいでいる静香さんに声をかけた。ああ、さっきお父さんに捕まって買い物に連れて行かれましたけど？興味がないように爪をいじりながら答える姿にイラッとしてしまったが、簡単な相槌だけ返して、また着替えを取りに行くことにした。それから洗濯をして夕飯の準備に取り掛かったが、その間も静香さんは全く動こうとしない。自分で持ってきたお菓子を食べながらテレビを眺めて時折下品に笑っているだけだった。それからしばらくして私が夕飯の下ごしらえをしていると、静香さんは急に立ち上がってリビングを出て行った。トイレにでも行ったのだろうと特に気にも留めなかったが、次に静香さんがリビングに入ってきた時、彼女はとても楽しそうだった。怪しく思っていたところに、お母さん、お部屋汚いですね。仕方ないから掃除しといてあげました。突然何を言い始めたのかと思ったが、どうやら私の部屋に入っていき、何やらごそごそとしていたらしい。勝手に他人の部屋に入る失礼さだとか、ましてや先日客間と一緒に掃除したばかりで、そんなに汚れていないであろう部屋の何を掃除したというのだろうかという疑問が浮かんだが、とりあえずお礼は言っておいた。それに満足した様子の静香さんは、にんまりと笑って
またリビングのソファーにふんぞり返った。そこへちょうど夫と息子が帰ってきた。息子夫婦はどうせ数日間の間ここに泊まり込む気だろうから、夫には悪いと思ったが、かなりの量を買ってきてもらうように頼んだのだ。しかしそこへ都合よく息子夫婦が到着したので、夫は息子を荷物持ちとして引っ張っていたようだ。しっかりと荷物を持たされていることから、ちゃんと目的を果たせたようだ。玄関先で荷物を抱えたままぐったりとしている息子を乗り越えて、夫は私に買ってきたものを渡す。お礼を言うと、私は今必要なものを取り出して、あとは冷蔵庫などに片付けていった。ほら大輝、休んでないで全部こっちに持ってこい。玄関で座り込んだままの息子にカツを入れた夫は、冷蔵庫から麦茶を入れてリビングへ行く。息子は面倒くさそうにしながらも、何回かに分けてすべての荷物を運んでくれた。あー疲れた。母ちゃん、俺にも麦茶入れてよ。そのくらい自分でやる。いい歳をして甘えた声で喉が渇いたとねだる息子に、夫は再びカツを入れたが、私は苦笑しながら用意する。おかえり、ありがとうね。すぐお夕飯作るから待ってなさいね。ああはいはいと麦茶を受け取った息子はリビングに行き、静香さんの隣に座ってグラスの中を一気に空にした。その後、私は夕飯の準備をしていたが、静香さんが手伝いに来る様子は一度もない。最初から何も期待していないし、むしろ手伝いに来られると何か変なことでもされるのではないかと警戒してしまい、余計に時間がかかるのでやめてほしいとさえ思っている。そしてどうにかこうにか支度を整えて夕食を食べる。急なことだったので簡単にカレーになってしまったが、息子は特に何も言っていないし、静香さんからの文句もなかったのでよしとする。食後特有ののんびりとした雰囲気の中で、夫と息子夫婦はテレビを見ている。会話はないが、何かあるよりよほどいい。キリがいいところで蛇口を閉め、息子夫婦に着替えを渡すために一旦リビングを離れた。着替えを持ってリビングに向かう途中に、お風呂場から出てきた夫と鉢合う。お風呂ありがとう。最初は息子でいいかしら？俺は最後でいいよ。あら、買い物に行ってもらったんだからそんなことさせられないわ。クスクスと笑いながらリビングに入ると、息子がうたた寝をしていた。大輝、こんなところで寝ないの？もうすぐお風呂できるから先に入っちゃいなさい。うるさいなぁと気のない返事をする息子の上に着替えを置きながら、静香さんにも着替えを渡す。渡された着替えを一旦は受け取った静香さんだが、不満そうに眉を寄せるとすぐに突っ返してきた。前に着たものがいいです。前のはこんなに薄っぺらくなかったじゃないですか。静香さんの言い分に一瞬あっけに取られたが、ここで反論しても自分の思い通りにならないと癇癪を起こしてしまう静香さんのことだ。面倒ごとにしか発展しないことは目に見えている。あら、そうだったかしら。ちょっと待っててね。はいはいとため息をつきながら、改めて探しに行く私を横目に、そんなことは知らないとばかりに息子は大きなあくびをしながらお風呂場へ行ってしまった。静香さんの言っていた着替えを探していると、夫がひょこっと顔を出した。なあ、俺のゴルフボールどこにあるか知らないか？あら、いつも下駄箱の脇に置いてあるじゃないの。それが見当たらないんだよ。おかしいなと、首をかしげながら去っていく夫を見送りながら、私は静香さんに新しい着替えを渡しに行く。
ああ、これです、これ。やっぱり高かっただけのことはありますね。そう。これは息子夫婦が頻繁に泊まりに来るので、以前静香さんと買い物に行った時に、うちに置いておくために買ったものだ。静香さんは自分が買うわけではないからと、高いものをねだり、私が根負けして買ったものだ。次は私が入りますね。お年寄りの後は嫌ですから。しれっと言う静香さんに、カチンと来て言い返そうとした時、困ったように周りを見回しながら、夫がリビングに戻ってきた。まだ見当たらないの？ああ、静香さん、いつも下駄箱の脇に置いてあるゴルフボールの袋、知らないかい？心当たりはすべて探したのだろう、夫は。もうお手上げだと言わんばかりに、聞いて回ることにしたのだろう。知らないと返ってくるであろう答えに、何の身構えもなしに聞いた夫は、目を丸くすることになった。知りませんよ、そんなの。私が取ったとでも言いたいんですか？ひどいです。疑うなんてあんまりです。あまりにも大きな声で否定するので、私も驚いて固まってしまった。夫も誤解だと事情を説明しようとしているが、癇癪を起こした静香さんは止まらなかった。そこへ風呂上がりの息子が戻ってきて、とにかく全員でなだめたが、静香さんは結局へそを曲げたままお風呂場へ行ってしまった。静香さんが出て行ったリビングはしんと静まり返り、とても重たい空気になった。息子は夫に何があったのかと問い詰めている。あんなにうろたえている静香さんはめったにないということだ。しかし本当になぜあそこまで怒ってしまったのだろうか。静香さんの日頃の行いから見て、私は彼女を疑うことしかできなかった。なんだよそれ、そんなの疑っているぞって言ってるようなもんだろ。ちゃんと謝れよ親父。いつの間にか息子と夫が喧嘩を始めてしまっていた。今度は私一人で息子と夫の喧嘩をなだめることになり、これに相当時間がかかってしまった。そうこうしている間に風呂上がりの静香さんがリビングに戻ってきて、事態はさらにややこしくなった。今では夫が息子夫婦に責め立てられている。しかし夫も引くことはしなかった。特に今日の静香さんの態度を夫が叱責すると、また癇癪を起こした静香さんは用意した客間に引っ込んでしまった。引き止める夫を遮るようにして、息子はなおも怒鳴る。静かばっかり責めるけどな、親父だって疑ったこと謝ってないんだからな。昔から本当に謝るってことしないよな。そういうとこが嫌いなんだよ。拉致が開かない言い合いに、夫は好きにしろと言い捨てて自分の部屋に入った。再びしんと静まり返ったリビングで、私はため息をつくとお風呂場に向かうことにした。俺も寝る。と、ぶっきらぼうに言って客間に行こうとする息子に、私は、はたと立ち止まって、声をかけた。来客用の布団がカビ臭いから、大輝は私の部屋で寝てね。夫と息子が買い物に行っていた時の静香さん。夫の言葉に過剰反応した静香さん。私はとにかく怪しいとしか見えなかったため、私の部屋を掃除したと言って何か企んでいるとしか思えなくなっていった。なので息子には少し申し訳ないと思ったが、私は今回息子が使用するはずだった客間を使わせてもらうことにする。あ？母ちゃんのとこ？いいよ少々カビ臭くても。もう子供じゃないんだからいい加減にしてくれ。何言ってるのよ。肺炎人でもなったらどうするの？だからそういうとこが。分かったよ。一瞬嫌そうな顔をしたが、仕方ないと諦めて
息子は私の部屋に向かう。私はちらりと静香さんが使っている客間に目をやったが、当然機嫌を損ねている静香さんはこのやりとりを知らない。何もなければそれでいいのだ。何もなければ明日息子にはちゃんと客間を用意するつもりだ。息子が私の部屋のドアを開け、部屋へ入る。うわあ！息子の大きな悲鳴が聞こえ、私は慌てて部屋に向かい、閉まりかけていたドアを開けた。まだついていない部屋の電気をつけて、私は絶句してしまった。部屋には足を抱えてのたうち回っている息子と、大量のゴルフボールが散乱していたのだ。夫が探していたゴルフボールは、私の部屋一面に撒き散らされていた。真っ暗な部屋で息子はそれを踏んだのだろう。当然だ。一体誰が部屋の中にゴルフボールが撒き散らされていると思うだろうか。息子はそれを踏んでバランスを崩し、しかし踏ん張ろうとしたため、あらぬところに体重をかけ、結果転倒してしまった。その際、床にしたたかに全身を打ちつけてしまったようだ。かろうじて足を抱えてはいるが、低くうめきながら涙を流している。そんな大声を聞きつけたようで、夫も静香さんも部屋から出ていた。夫は私の後ろから部屋の様子を伺い、なんだこれはと言って息子を助け起こそうとした。しかし、夫もゴルフボールに足を取られてしまい、危うく息子と同じように転倒しそうになっていた。私は後ろを振り向いた。そこには顔面蒼白になった静香さんが震えながら立っていた。なんで？どうしてよ？そこはお母さんの部屋？注意して聞いていなければ、息子への夫の必死な問いかけに消されてしまうほど小さな声だった。そうね、ここは私の部屋。そういえば静香さん、今日この部屋を掃除してくれたのよね。私の言葉に夫と息子は振り向き、静香さんはうろたえて一歩下がった。掃除してくれた時、このゴルフボールはあった？あくまで優しく尋ねる。静香さんは黙って震えているだけだ。静香さん、このゴルフボールについて知らない？静香さんはやはり黙ったままだ。おい静香、どうなんだ、答えろよ。しびれを切らした息子が声を荒げる。しかし全身を床に打ちつけているため苦しそうだ。知らないわ、私、あなたがこの部屋に入るだなんて知らない。いやいやと首を振って後ずさる静香さんに、夫がぽつりとつぶやいた。救急車と警察を呼ぶしかないな。その言葉を聞いた途端、静香さんはその場に崩れ落ちてうなだれた。私はすぐに救急車と警察を呼び、息子の様子を見た。息子は足を抱えて座り込んでおり、息をするのも苦しそうで、顔は怒りで真っ赤だった。私の問いかけには返事はしてくれるが、怒りに満ちたその目はずっと静香さんを見ている。やがて救急車が到着して、私は息子に付き添って病院に行った。診察してもらった結果、息子は足の骨を骨折しており、入院することになった。病院に到着した頃には足は青黒く腫れ上がっていて、目も当てられなかった。事情を説明すると、看護師さんや先生は眉をしかめて警察への通報を助言してくれた。私はもうしましたと答えて、夫に連絡をするために席を外した。
電話に出た夫は、警察が到着して今は事情を説明している最中だと教えてくれた。それから警察の人に電話が変わり、後日詳しい事情を聞きたいと言われて了承した。後から夫に聞いた話だが、この時静香さんはただただ床にへたり込んでいて、誰に何を言われても一切反応しなかったようだ。電話を切って息子が運ばれた病室へ戻ると、入院のための説明を受けて一旦必要なものを取りに家へ帰ることになった。家に戻ると周りには人だかりができていて、入るのに苦労してしまった。やっとの思いで家に入ると、いきなり静香さんが暴れ始めた。なんであんたじゃないのよ、なんで大輝があの部屋に入るのよ、あんたが入ってれば大輝はあんなことにならなかったのに。警察の人の抑止を振り切って、静香さんは私につかみかかってきた。もう追い先短いあんたならよかったのに、あんたが転んだんならこの家もこの土地ももうすぐ私のものだったのに。今にも噛みつかれそうなほどの勢いで暴言を吐いていた静香さんは、夫と警察の人に引き剥がされた。それでもまだ私に向かって暴言を吐いていて、隙を見てまた私につかみかかろうと暴れている。そしてついに静香さんは逮捕されてしまった。そこでスイッチが切れたように、何も喋らなくなった静香さんは警察の人に付き添われて家を出て行った。多くのやじ馬の視線を集めながらパトカーに乗せられて連れて行かれた。残された私と夫は呆然としながらその一連の流れを見ていた。警察の人に声をかけられ我に返った私は、軽く事情聴取に応じて息子の入院に必要なものを持って再び病院へ行った。病室にはもう看護師さんも先生もいなかった。家の様子を聞いてきた息子に全てを説明すると、大怪我をしていることも忘れたように大きな声で騒ぎ始めたため、駆けつけた看護師さんと一緒になんとかなだめた。前からおかしいと思ってたんだ。あいつの時々母ちゃんを見る目が気に入らなくてさ、いつか言ってやろうと思ってたんだ。前から思っていたという割には、息子からそんな素振りを感じたこともないし、ましてや気づいているようにも見えなかった。むしろ面倒くさいことには関わりたくないと積極的にその場からいなくなろうとしていたように思う。息子は昔からそうだが、調子のいいことを言ってその場を乗り切ろうとするところがある。おそらく今回もそうだろう。私はほとほと呆れてしまった。なあ母ちゃん、ちょっと前から思ってたことなんだけどさ。さっきまで息巻いていた息子が急に声を落として言う。何事かと思って尋ねると、俺静香と別れようと思うんだよ。なんでまたと思ったが、そう考えるのも無理はないと思ってしまった。息子と二人きりの時の静香さんの様子は知らないが、帰省してきている時は本当にひどい態度だった。自分は特別に扱われて当然、もてなされて当然、手伝いなどもってのほか、私たち夫婦が息子だけではなく静香さんにもお金をかけて当然だと思っているような振る舞いだし、もちろんそうしないと癇癪を起こす。自分の価値観と合わないものを目の前にするとけなすのは日常茶飯事だったし、言葉を発さないにしても見下しているのがはっきりとわかるほど態度に出すのだ。そんな彼女の振る舞いを今まで見てきた私たちは、もちろん彼女のことは嫌いだ。しかしだからといって息子と離婚させようとは思っていなかった。息子は静香さんについてどう思っているのか聞いたこともなかったし、
聞くのもどうかと思っていた。そもそももう息子は子供ではないし、夫婦生活に親が口を出すのはおかしいことだ。息子が何も言わないのであれば、私たちは黙っていようと夫とも話したことがある。しかし今、その息子から離婚についての相談を持ちかけられている。私は何も答えられなかった。だってさ、母ちゃんには辛く当たるし、親父にだってずっと態度が悪いからさ、俺もう耐えらんなくて。私はそこで違和感を感じてしまった。確かに静香さんは私に対して全く遠慮がないし、毛嫌いしている。さらにそれを隠そうともしていないし、おそらく息子と二人の時も同じような態度なのだろう。しかし彼女は夫に対して無反応だ。夫はとても優しいのだが、普段から口数の多い方でもない上にこわもてである。そのせいか、静香さんが嫁いできてから今まであまり話しているところを見たことがない。だからこそ夫がゴルフボールの件を尋ねた時のうろたえように違和感を覚えてしまったのだ。いつもなら冷たく返すだけなのに、あんなにも声を荒げるなんて。きっと静香さんは夫に見透かされたと思って焦っていたのだろう。もし離婚したら慰謝料とか払うのかな。でも入院費とかも払わないといけないし。そしたら母ちゃん助けてくれる？そこで私はピンときてしまった。息子はこのためにさっきから私に対して気を利かせたことを言おうとしているのだ。悲しくも大輝は私が腹を痛めて産んだ子である。顔や仕草を見れば息子が何を考えているのかわからないわけではない。幼い頃から可愛くてついおせっかいを焼いてしまうのだが、息子が思春期を迎えてからは何かと鬱陶しがられていた。息子も静香さん同様に私たちを毛嫌いしているが、お金のためにいい息子を演じようとしているのだ。ねえ大輝、この前買い替えるって言ってた車のお金どうしたの？先日息子夫婦が帰省してきた際に、静香さんや夫がいない時を見計らって息子が私に相談してきた。何でもそろそろ車を買い替えようと考えていて、次に買いたい車が結構長くなようで助けてほしいとのことだった。当然そんなことを夫の前で口にすれば反対されるのは目に見えているので、こっそり私に相談してきたようだ。私は可愛い息子の頼みだから仕方ないと思い全額渡したのだが、今回帰省するために乗ってきた車は前回乗っていたものと変わっていない。それはまだ買ってないからあるよ。だったら入院費くらいはそのお金で十分だと思うわよ。慰謝料までは無理でも多少の足しにはなるわ。でもそうなったら車が。怪我が治ったらまた貯めればいいじゃない。私たちだって生活があるの。もういい歳なんだから、ちょっとは自分で何とかしなさい。くそ。この後に及んでまだ親のすねをかじろうとしている息子に呆れ、それだけ言い残すと私は病院を出た。本当は息子が私が渡したお金を使って遊んでいるのは知っている。それは静香さんが教えてくれたことだが、もちろん彼女もそれにあやかっていた。息子が家を出てからも心配で何かと世話を焼いていたが、それがあだになってしまったようだ。今回のことでいいきっかけになったと思い、私は家に帰って夫にすべてを話した。話を聞き終えた夫は、そうだろうな、いつ話そうかと思っていたんだが、あいつは先日仕事をクビになって借金も相当のようだ。
これには私も驚いたが、それは夫も同じだったようで、買い物に行く最中の車内で聞いたそうだ。こうなっては息子といえどもかける言葉もない。私は夫と話し合って息子を勘当することにした。あれからしばらくの月日が過ぎた。静香さんはあのあと裁判にかけられて実刑判決を受けたため刑務所にいる。そして裁判が始まる前に息子と離婚したようだ。しかしこの離婚は息子からの申し出ではなく静香さんからだと聞いた。何でも最初は息子と一緒に私からせしめたお金で遊んでいたようだが、息子がだんだんと静香さんの取り分を少なくしていき、最後には一切渡さないようになっていたらしい。だから私の部屋にあんなことをして自分のもとにお金が入るようにすればいいと思いついたようだ。なんとも末恐ろしいことである。そして息子は静香さんから離婚を言い渡されてここぞとばかりにすがったようだが、結局は離婚に同意したようだ。慰謝料こそそんなに取られなかったが、自らが作った借金の返済地獄で首が回らない状態のようだ。当然私から受け取っていた車の購入費は当の昔にギャンブルに消えていたため、入院費は私たちが出したものの、その他の借金を返すために必死に働いているようだ。こんなことになって不甲斐ない限りだが、今まで甘え続けていた結果だと思ってしっかり反省してほしいところだ。私たち夫婦はというと、今まで息子に渡していたお金は実のところ夫が出してくれていた。私にはそんなお金はないし、夫も結局は息子のことを可愛がっていたので私からということにしていたのだ。しかしそれも今はなくなってしまったため、今まで行っていなかった温泉旅行を楽しもうということになり、どこへ行こうか、あそこへ行こうかと計画を立てているところだ。本当は息子をあんな目に遭わせてしまって少し後悔していたのだが、今までのことを考えると仕方がないと割り切ることにした。今では夫と旅行雑誌を見ている時が一番楽しい時間である。